ずっとガラテヤの手紙を読んできているんですけれども、手紙の性質上しょうがないんですが、律法の問題がずっと続いています。少し疲れてきたと感じないでしょうか。なんでこんなにずっとこの問題について考えなければいけないのか、私自身も正直に言って、聖書を見ながらまだ続くのかとちょっと思ってしまいました。でもこの手紙がそれでもこの聖書に収められているのにはやっぱり理由があります。私たちにはユダヤ人の律法というそれ自体には直接関係はありません。でもパウロがこの問題についてしつこく議論しなければいけなかった理由というのは私たちにも関係があることです。それはガラテヤの人たちも私たちも神様の約束を信じない性質があるという点で同じだからです。人間はいつの時代もどの文化でもこの罪の性質を持っています。そしてそのことを自覚しなければ簡単に神様から離れてしまいます。だからこのガラテヤの手紙は聖書に収められている意味があるのであって、私たちも自分の問題として聞く必要があります。それでは最初にガラテヤの手紙の3章の15節から18節を読みたいと思います。兄弟たち、わかりやすく説明しましょう。人の作った遺言でさえ、法律的に有効となったら、誰も無効にしたり、それに追加したりはできません。ところで、アブラハムとその子孫に対して約束が告げられましたが、その際、多くの人を指して子孫たちとにとは言われず、一人の人を指してあなたの子孫とにと言われています。この子孫とはキリストのことです。私が言いたいのはこうです。神によってあらかじめ有効なものと定められた契約を、それから430年後にできた律法が無効にして、その約束を反故にすることはないということです。相続が律法に由来するものなら、もはやそれは約束に由来するものではありません。しかし神は約束によってアブラハムにその恵みをお与えになったのです。ここでパウロが議論しているのは、神様がアブラハムにした約束の方が、モーセを通して与えられた律法よりも時間的に先だったという問題です。430年という随分具体的な数字が書かれていますけれども、これは旧約聖書のある箇所で書かれている数字です。パウロは神様がアブラハムに、あなたとあなたの子孫を祝福するという約束をしたとき、律法はまだなかったじゃないかということを強調しています。祝福の約束というのは、律法とは関係なく与えられたということです。それなのになぜ律法を守らないと祝福は約束されないというのか、おかしいじゃないかとパウロは言っているということです。律法を守らなければ祝福されないというのであれば、最初の無条件の祝福の約束は無効になかったことになってしまいます。そんなはずはないでしょうというのがパウロのここでの主張です。これは私たちにもわかりやすい説明だと思います。でも、この分かりやすいことでも分からなくなってしまうのが私たち人間の現実です。神様が無条件で私たちを愛してくださって、無条件で祝福すると先に約束してくださっていることをそのまま信じ続けるということは私たちにとってとても難しいことです。下品な言い方をすると、そんなうまい話があるわけがないと思ってしまうのが私たちの罪の現実だということです。いつの時代もどの文化でも同じです。
人間の罪の感覚では条件がある方が分かりやすくて公平な取引であると感じます。だから神様の祝福を受けるためにはそれに見合った条件を満たさなければいけないと考えます。それがユダヤ人にとっては律法というものでした。私たちにはユダヤ人の律法ほどはっきりしたものはないかもしれませんけれども、でも自分で自分を縛っているルールというのはたくさんあると思います。後でお話しすることになりますけれども、〇〇しなければいけないとか〇〇してはいけないというのがそれです。正しい行動とか道徳的に良いことというのは参考にはなりますけれども、でも神様の祝福を小さいものに、そして究極的には無効にしてしまうこともあるということです。そのことをお話しする前に19節と20節を読んでおきたいと思います。では律法とは一体何か。律法は約束を与えられたあの子孫が来られる時まで違反を明らかにするために付け加えられたもので、天使たちを通し仲介者の手を経て制定されたものです。仲介者というものは一人でことを行う場合にはいりません。約束の場合、神は一人でことを運ばれたのです。20節に注目すると、律法は仲介者を経て決められたけれども、約束は神様が一人で決められたということが言われています。律法を制定した仲介者というのは直接的にはモーセのことです。また旧約聖書の最初の5章にある様々な決まり事やそれにまつわる物語もモーセが書いたと言われていました。それはユダヤ人にとって長い時間をかけて語り継がれてきた自分たちの民族の歴史でもあり、そして自分たちの祖先からの道徳的な教えの結集だと言えます。それ丸ごとを指して律法とも言われます。民数記やレビ記とか申命記を読むと、共同体の掟、イスラエルの共同体の掟というのがしつこく細かく書き連ねてあります。現代の私たちにはおよそ関係ないことばかりが永遠と書かれていて、眠くなりますよねと進学校の先輩に言ったことがあります。でもその先輩は、でも昔の人がどういうことで喧嘩をしていたのか分かって面白いじゃんと言っていました。私はそうかな、やっぱり眠いよねと思ったのでとても印象に残りました。でも今思い返すと、その先輩の言ったことにはある意味では真理があります。旧約聖書の大昔も今も人間が集まれば問題が起こって、喧嘩の理由は大して変わらないということです。そして律法はそんな人間のために与えられました。律法の第一の掟は神様を愛しなさいということです。そして第二は隣人を愛しなさいです。神様を愛さなければ隣人を本当に愛することはできないし、隣人を愛していなければ神様を愛しているとは言えません。この二つは切り離せない関係にあります。では、どうすれば神様を愛していると言えるのか、どうすれば隣人を愛していると言えるのか、具体的なことは、人間がそれぞれ置かれた状況の中で考えるしかありません。モーセはその具体的な答えをユダヤ人に与えました。もちろんモーセに教えたのは神様ですけれども、でもモーセという具体的な人物を通してユダヤ人という具体的な共同体のために神様の意思が語られ直される必要があったということです。ユダヤ人の律法というのは
人間が具体的にどう生きるべきかを具体的な時代と文化に合わせて人間を通して決められたルールでした。でも、パウロが言うように、神様のアブラハムへの約束というのは、このユダヤ人の律法とは根本的に性質が違います。神様はアブラハムに、私を愛しなさい、隣人を愛しなさいと命令したのではありませんでした。ただ、あなたを祝福すると約束されました。それは神様の一方的な取り決めであって、命令ではなくて宣言です。アブラハムが神様を愛していたかどうか、隣人を愛していたかどうか、関係ありません。それはただ神様がアブラハムを選んだという事実であって、誰もどんな起きてもその間にはありませんでした。それを不公平だと感じるのは私たちが罪深いからです。神様の約束には私たちは条件はつけられません。神様はアブラハムにしたのと同じように私たち一人一人と個人的に無条件の祝福の約束をしてくださっています。でも、神様の祝福のその約束が最初にあったのなら、なんでじゃあその後律法というものが与えられたのかという疑問が当然起こります。律法が必要ないのだったら、最初からそんなものを作らなければよかったはずです。でも神様は確かに、モーセを通して律法を与えました。この疑問へのパウロの答えが19節にあります。19節一部をもう一度読みます。律法は約束を与えられたあの子孫が来られる時まで違反を明らかにするために付け加えられたということです。このことは続く21節から25節でさらに語られているので、続きを読んでいきたいと思います。それでは、律法は神の約束に反するものなのでしょうか？決してそうではない。万一人を生かすことができる律法が与えられたとするなら、確かに人は律法によって義とされたでしょう。しかし、聖書はすべてのものを罪の支配下に閉じ込めたのです。それは神の約束がイエス・キリストへの信仰によって信じる人々に与えられるようになるためでした。信仰が現れる前には、私たちは律法の下で監視され、この信仰が掲示されるようになるまで閉じ込められていました。こうして律法は私たちをキリストのもとへ導く養育係となったのです。私たちが信仰によって義とされるためです。しかし、信仰が現れたので、もはや私たちはこのような養育係のもとにはいません。パウロはここで、律法は私たちの養育係だったと言っています。それも、イエス様が来られるまでの期間限定です。これは歴史的な順番としても言えますけれども、個人的な私たち一人一人の信仰の順番としても言えます。私たちがイエス様に出会う前と後という順番です。私たちはイエス様に出会うまでは、律法に支配されていました。私たちはユダヤ人でなくても自分の律法を持っていて、イエス様に出会う前まではそれに従って生きてきたということです。〇〇すべき、〇〇しないべきというルール。人間なら誰でも持っている良心や道徳です。でも、このルールがいかに人によって違って、そしてたとえ同じだとしても、それが必ずしもいつも守られているわけではないということは、大人は誰でも気がついています。そしてそれによって、いかに多くの衝突や苦しみを生んでいるかは、
私たちの個人の生活の中でも、そして人間の歴史全体でも明らかなことです。人を殺してはいけないというのは当然でも、戦争は正当化されます。人は助け合って生きるべきだと教えられても、何をどこまで助けるべきかは人によって解釈が違います。一体何が正しくて、どこまで正しいのか、その線引きは難しいですし、そしてたとえ線が引けたとしても、簡単にその線は無視されてしまいます。それが人間の限界だということです。人間は自分の良心や教えられた道徳によって生きることはできません。それを正しく理解することも実行することも完全にできる人は一人もいません。だからパウロはさっき読んだ19節で律法が与えられたのは違反を明らかにするためだと言っています。律法は私たちにそれができないという自覚を与えます。私たちは無能だと教えることが律法の役割だったということです。だから律法は私たちの養育係でした。律法が悪いのではなくて、律法は確かに良いことを教えてくれます。でも、それを守ることができない私たちが絶望的に悪いということです。だから律法は私たちを絶望させます。〇〇すべき、〇〇しないべきというルール、また、良心や道徳によって生きようとするなら、私たちは絶望するしかありません。絶望して当然だと言えます。パウロが22節で言っているように、聖書はすべてのものを罪の支配下に閉じ込めたのです。この世界も私たち自身も罪に支配されていて、私たちは絶望して当然です。ただ、それは期間限定のことでした。イエス様が来られるまで、イエス様に出会うまでの過去のことです。24節と25節をもう一度読みます。こうして律法は私たちをキリストのもとへ導く養育係となったのです。私たちが信仰によって義とされるためです。しかし信仰が現れたので、もはや私たちはこのような養育係のもとにはいません。私たちは無能で罪深いですけれども、イエス様が来てくださったので、希望があります。イエス様は正しいことを知ることも行うこともできない私たちを神様はそれでも許して愛していると示してくださった方です。私たちを責める代わりに自ら十字架で苦しまれて命を捧げてくださいました。私たちが不完全なままで神様を信じることができるようにするためです。私たちは自分で自分を救うことは決してできませんけれども、その必要はありません。イエス様は2000年前にすでに来てくださったのであって、今日も私たち一人一人の心に来てくださっています。そして今日前半でお話ししたように、神様の祝福の約束というのは、神様の一方的な宣言です。私たちは神様を愛して、人々を愛して生きることを目指して、日々努力しますけれども、でもそれよりも先に神様はまず私たちを愛してくださっているということを忘れてはいけません。私たちはアブラハムやモーセよりもずっと恵まれています。イエス様という神様の約束の証拠が与えられているからです。私たちが神様を愛せない、人々を愛せないという自分の限界に気づいて嘆くとき、イエス様は共にいてくださる方です。ですから、どんな時でも希望を失わないで、
どうにもならない目の前の現実を信じるのではなくて、イエス様を信じて神様の約束を信じましょう。そして信じられない時は信じることができるように祈り求めましょう。神様は必ず答えてくださる方です。お祈りします。神様、あなたが私たち一人一人のことをよく知ってくださっていることをありがとうございます。主よ、私たちは弱いですけれども、でも、あなたが導いてくださって、あなたがいつも希望と力を与えてくださったから、ここまで来ることができました。ありがとうございます。主よ、どうぞ私たちに、あなたをもっとよく知ることができるように、そして信じ続けることができるようにどうぞ力を与えてください。主よ、今私たちの目の前にある苦しみと問題はもしかしたらあなたを見失ってしまうくらい大きいものかもしれませんけれども、でもそれでもあなたは共にいてくださっていると、どうぞ今信じることができるようにしてください。どうか私たちに力を与えてください。どうぞ絶望しないで、あなたがくださった希望を、あなたが希望であるということをどうぞ思い起こさせてください。主よ、どうぞ私たちの中で弱っている人にあなたが今力を注いでください。そしてどうかあなたはどんな時でも共にいてくださるとどうぞ分かるように教えてください。イエス様、あなたが私たちのために十字架で苦しまれて死なれました。あなたの愛をどうぞ今私たちの心の深くに注いでください。そして私たちの体の隅々まであなたの霊で満たしてください。あなたのことを見上げて今週も歩むことができますようにどうぞ強めてください。イエス様、あなたに感謝してあなたのお名前によってお祈りします。アーメン。